奈良北町は、奈良県奈良市の古くからの中心市街地である奈良町の一部で、奈良町の北側。明確な境界線はないが、およそ、大宮通りの北、安らぎの道の東、東大寺周辺及びその西、京都府より、南の地域を指す。古代平城京以来の痕跡を、地域のあちこちに留めている。平城京の張り出し部分、下京の東北部にあたり、東西の一条通、二条通のあったあたりに、当時より細くなった道路が残っている。さらにその中間にあった二条城間路も姿を残す。また、南北の東七坊大寺は、国道369号として存在。江戸昭和期の町並みが残り、鳳連格子と呼ばれる様式を用いた町屋が見られる。般若寺町には洋風建築の奈良少年刑務所、北魚屋西町には重要文化財の奈良女子大学記念館などがある。また南都八景として知られる8カ所のうち、佐保川、雲井坂、等々力橋、東大寺小はこの地域にあり、春日野の鹿が歩く姿を見かけることもある。江戸時代、東大寺の西を北に向かう奈良街道には、奈良の北の玄関口として、旅籠や商店が並び、京都へ通じるこの街道を中心に栄えた地域であった。また、奈良女子大学は、かつての奈良奉行所跡であり、またその少し北の西笹鉾町は、奈良大官所があった場所で、江戸時代には、与力屋敷などが並ぶ、官庁街でもあった。東西をつなぐ一条通りは、明治の一時期、大仏鉄道の駅から東大寺の手外門へ向かう参道としても栄えた。町を一望した多聞山城は松永久秀が16世紀半ばに築き、近世城郭のモデルとなった4層の天守を備え、宣教師ルイス・フロイスがその美しさを称賛。安土城の築城にも影響を与えたとされる。1998年8月、奈良街道まちづくり研究会が設立され、喜び多い街、何か懐かしい来たことのある街、また来たい街をキャッチフレーズに活動を行っている。2004年、奈良市が奈良町角博物館を認可し、現在13カ所の施設が一般公開されている。2012年7月、奈良女子大学前にあった旧鍋屋交番が改修され、北町案内所として使用されている。般若寺13石塔奈良少年刑務所、正門旧鍋屋交番数多くの史跡、名所が点在する。およそ北東から南西へ、順に。近鉄奈良駅から北へ、徒歩10〜15分。各奈良駅奈良交通バス、奈良坂、青山住宅業、今工事、でかい町下車。奈良市。新奈良町にぎわい構想。2017年5月16日閲覧。北町散策マップを参照。和州奈良の図、絵図や、小8、天保15年。奈良県立図書情報館像奈良町角博物館を参照。奈良女子大学のページを参照。奈良坂の石の仏の音が火に小雨流れる春は、木にけり。会津81の自中六名集には次のような注記がある。奈良坂の上がり口の右側の路傍に俗に、夕日観音と名付けて78尺の石像あり。永世6年4月の銘あり。その表情は来符がごとく、また泣くがごとし。またこの像を、夕日観音というは、東南にあたれる滝坂に、朝日観音というものあるにはるかに、相対するがごとし。ありがとうございます。